ヒデニー清水ゆるゆるボディメイク、はい、ヒデニーでーす。よろしくお願いいたします。久しぶりですけども、追加1週足してるところ2週目ですね、はい、空いてるんですけども、はい、ヒデニーの努力の成果はどうなってるのかっていうのを早速見ていきましょう。前回のがこちらね、62.8kg で筋肉量が 47.4、 62.8、 47.4 でした。はい、で今回のはじゃじゃん、はい、63.0、 47.5、 増えてますね。また増えましたね。増えましたね。いいですね。ちょっと、はい、その辺をちょっと伺いたいんですけど、なんででしょう。なんでだろうね。なんかね、あれかな、なんていうの、栄養の巡りがいいのかな。なんか最近感じたのは、はい、あれなんだよ、髪が伸びるのが早くなったそう、栄養満ちてるんですから、タンパク質含めて調子いいってことですかね。多分そうじゃない。なんかまあ巡りが多分いいと思うね。でヒゲもそうで、うん、そうなんか、そうそうそう、伸びるスピードが速くなった感じがする。そういうのが栄養に満ちてて、で男性ホルモン、女性ホルモンってか、ホルモン値も良くなってるんですね、多分。なんかそんな気がする。いいですね。いやー素晴らしいですね。いやもう、まあまたあれですね、もう一回どこですね、もうこの数値が伸び続けましょうトレーニングもやってるしね、はい、ちょっとせっかく数値上がり続けてるので、このままじゃあまた2週間後の数値を追っかけたいと思います。ポイント何かありました？なんかこうちょっとこれ気をつけてた。まあでも変わらずちゃんとトレーニングをやって、まあ相変わらず自重しかやってないけどね、はい、自重で十分、皆さん十分、あの自重でも十分だよ。もちろんマシントレーニングの利点はあるけど、自重トレーニングでも十分ですからね。じゃあこのヒデニーが自重トレーニングでね、こう効果を出してるというところをですね、こう見ながらも、さらにまたもう一ね、もうワンクール追っかけたいと思いますので、じゃあヒデニーの本当にこう熱い一言で締めたいと思います。お願いします。皆さんしっかり食べて、しっかりトレーニングして、運動して、しっかり寝ましょう。はい、で朝ごはんはやっぱりすごく大事かなと思います。なので皆さん、あの朝食抜く方とかっていうのもいるかも分かりませんけどね、朝食をしっかりとりましょう。あの締めの言葉かな、なんかよくわからないけど、はい、いいですいいです。筋肉量を下げないためにも朝ごはん皆さんしっかり食べてみてくださいっていう、ではでは、またバイビー。またね。2週間後。